ちらはお花の西洋館、別館ですよね。この建物、西洋式の建物でですね、写真のある時代ですからね、明治、大正、綾子霊場のガイドツアー、ここは素晴らしいですよね。天井、ピアノとかオルガン、家具、これ暖炉具、鏡もね結構あっておしゃれですよね。こんなとこで食事してみたいですよね。ちょっとしたこう西洋式の、当時はねこういった文化を積極的に取り入れてたんだと思いますけど、あそこにもオルガンがありますね。非常にこういったところに、立花家は伯爵家ですから、伯爵夫人と呼ばれてた方とか、こちらでね談合会談したんでしょうかね。食事はこんなところで、ここで2人ぐらいで食事をすると。ガラスもいいですよね。古い様式もあるんですけど、白亜の中から見てもね綺麗ですよね。西洋文化って感じですかね。こういう感じですね。さっきの入り口のところですね。お花の周りは柳川の、うなぎ屋さんが多いです。食文化というのはねやっぱり大事ですからね。主なところになりますね。2階は以上ですね。広いですね。ガラスがね天井高いんですよね。こんですよね。デザインもおしゃれですね。はい、柳川城、藩主邸宅庭園別宅、お花の西洋館でした。